お疲れ様です。はい、皆さんは、えー、夜ですけど、僕は今練習から帰ってきまして、えー、これからコメント読んでいきたいと思ってます。はいいやー、今日はね、今日は結構トリプルやりましたよ。うんえー、残念ながら動画を撮ってなかったんですけど、えー、近いうちにまた動画を撮って、あのトリプルあの決めれたところはね、動画撮れたらなと思いますけどね。うん はい、結、え、衣、ー、のややさん、えー、こんばんは。日本のペアとかアイスタンスもレベルが高くなってきてるんですね、えー。こっちの人気も上がるともっと盛り上がりますね。そういうことなんですけど、えっとね、うん、もうその通りです。うん、その通りです。まあ、これまでね、えー、シングルの方で、えー、とてもあの人気が、ねえー、ありましたけど、えー、でもね、もうあのアイスタンスペアでだんだんね、盛り上がってきていますから、さらにね、えー けど盛り上がっていくるんじゃないかなって思いますね。うん、はい、えー、そして、えっ、ー、と、ゆいのにあさんもう一応えー、かぶさん、スケートの練習大変ですね。いや、他のね、選手に比べたら、もう全然ね、大変の楽しみもないですよ。うん、えー。だけど、まあ、はい、ありがとうございます。骨折ったりしないように頑張ってくださいということで。うん。そうですね、骨はね、折ったらもう練習できなくなっちゃうんでね。うん 僕はこれまで、えー、怪我をしたのは、捻挫ですね、アクセルジャンプで、えー、日本にいた時に怪我をしましたけどね、それ以外は特にないですけど、えー、まあ、トップ選手たちは4回転とかやってるんで、うん、あの変な転び方をしたったらね、えー、大きな怪我のリスクありますけどね。うん、はい、えー、そして、えー、ゆいのにや,やさんもう一丁 さんトゥルソワちゃん、回りすぎてミスって、なんかすごく贅沢な悩みって感じがしますね、えー、その通りだと思います、うん、本当その通りだと思います。多くの選手が、まあ、回転不足でね、転倒しちゃうっていうことが多い中ですね、回りすぎて、えー、転倒しちゃいますからね、トゥルソワ選手はね。うん コントロールがうまくできれば無敵の女王ですね、その通りだと思います。ちなみに過去にもそういった選手がいまして、荒川静香選手です、ね、が以前、あのアクセルジャンプ、ダブルアクセルで止めることができなくて、トリプルアクセル回っちゃうんだよね、みたいな話を、ね、された子だったんで、なんかあの贅沢なね、すごいトップ選手は、なんかそういう贅沢な悩みがあったりね、するのかなって思いますね。うん、えそして、ジュリムさん、ありがとうございます。 カブ君、こんにちは。りくりゅうペアはおめでとうございます。ですね。彼らは組んだ当初から自分たちはこれくらいできると自信を持って演技をしているように見えます。お互いに別の人とペアを組んでいた実績があるので相乗効果がありますね。余談ですが、りくちゃんの元パートナーが最近15歳の女子とパートナーを組むことになりました。あ、なるほど。ペア選手も徐々に増えてきています。こちらも楽しみです。 そうですね。本当に楽しみですよね。ヨーロッパは風が強いと聞いて思い出したのですが、サハラ砂漠の砂が飛んでくるのですね。あのなんかそうらしいですけどね。うんえー、まあ、南からのね。まあ、あのアフリカの砂漠のね。熱波がねやっていきますが、今年はその数が少なかったですね。うん、えー、北極の寒気。 これが流れ込みやすかったかなっていう感じがありますが、9月に入ってからね、結構あったかい日、暑い日が続いてるので、今になって夏が来てるかなと。まあ、夏って言っても気温が23度くらいですけどね。うん。はい。えー、ベルリンも飛んでくるんですかということですが、た、まあ、多分飛んでくるんじゃないかな。わかりませんけどね。うん。あんまり聞いたことないですけどね。うん。でもなんか、そうだね。花粉みたいなものがいっぱいね。 えー、綿揚げみたいなものが飛んでくることもありますけど、それまあんま意識してないですね、うんはい、今度意識したいと思いますが、えー、でも一昨年めちゃくちゃ気温が50度近くまで上がったときあったんですけど、まあその時もそんなにね、あのー、なんだろう、そういう砂みたいなものが飛んできたっていう感じはなかったので、えー、まあでも注意してれば、そういったこともあるのかなと思うので。はい、うん はい、えー、続きましてタップダンスヤナギさんありがとうございます。えー、女子ショートプログラムで最も得点源となるトリプルアクセルですが、これのえ成、ー、否はかなり重要なものになりそうです。そうですね、うん、あのアクセルには魔物が潜んでいる可能性があります。えー、使い手がそれほど多くなかった措置後輪でもマオちゃんが順位を落とすえー、大きく落とすきっかけになってしまいましたね。うん、そうですよね。 うん、2018年、2019年シーズン無敵だったキヒラ選手も、えー、世界選手権ではショートプログラムでもトリプルアクセルのミスが多いので表彰台を逃すことになりました。えー、今季、ロシアで言えばワリエワ選手、トゥルトクタミショワ選手、えー、コストルナヤ選手がショートプログラムでトリプルアクセルにトライしています。まあ、コストルナヤ選手に関しては以前からトリプルアクセル得意として。 まますけどもね、まあ、ちょっと怪我の影響があってできなくなってしまったんですが、ワリエワ選手はあのショートのトリプルアクセル、フリーもですが安定感ありますよね。うん <laughs> え他にも木平選手、ユーヨン選手、アンバー選手などすでにトライしています。えー、松池選手や川辺選手、樋口選手、坂本選手、アリサ選手なども今後取り組んでくる可能性がありますね。アリサ選手は確か、あ、でもショートか。 うん、フリーはやってますけどね、えー、技術要素が少ないからこそ、一つのミスが命取りになります。えー、何気に、トルソワ選手がトリプルアクセルを、えー、取り組むのは、えー、3期目になるので、そろそろ本番で成功する姿が見たいです。意外となかなかやっぱりアクセルジャンプって難しいですね、うん、他のジャンプとは全く違った、えー、飛び方なんで、やっぱりアクセルって独特ですよね。うん しかし、こうして列強してみて、つくづくすごい時代になったなと思います。本当にね、本当その通りだと思います、うん。で、あの、僕もですね、このトリプルアクセルの魔物っていうのは、ちょっと言われてみると感じるなって思っていて、えー、まあ、その、変に、あの、トリプルアクセル調子が悪かったらね、ショートプログラムダブルアクセルにして、3回転、3回転をきれいに決めて、えー、まあ、 点数75点くらいの点数をね出しておくっていうのもね、一つポイントかと思います。無理してあのトリプルアクセル挑戦して転倒とかしちゃうと、結構あのー、まあ、なんかそれでこう、失敗とか多いと、シリアスエラーとかついちゃうんですよね。ショートプログラムの,あのプログラムコンポーネンツの点数の減点にもつながってくるので、えー、まあ、あの、そうですね、うん。なんか無理してあのトリプルアクセルチャレンジ、 するよりもショートは確実にねあの行きたいところかなと思います。はい でやっぱりこう僕の中では、ですね、まあ、シェルバコワ選手がまあトリプルアクセル飛ぶことができませんが、その代わりにトリプルトリプルとか、他のジャンプは綺麗なんですよね、全体的に演技も美しい感じがあるので、えー、まあシェルバコワみたいな、もともとダブルアクセルで攻めてくる選手っていうのは、あの結構、ショートはストレスが少ないかなっていう印象があるんですけど、ほ、えー、他のワリエワ選手は、ショートはかなり得意なイメージがあるので、トリプルアクセルを入れて、 きれいにプログラムをやってくると一気にトップに立ちやすいかなっていう印象がありますけどね。あとは木平選手次第ですね、彼女がどこまでトリプルアクセルを戻してきているか、これがね、ポイントになってくるかと思います。あとは他にもダークホースってやっぱりいると思うんで、 えーまあ、そこが、ねえー、気になりますけども、まあ、この北京五輪終わった後にショートプログラムで4回転ジャンプが OK になる可能性も、ね、あるかなと思っていますが、まだロシアが、ね、ちょっと、あのーまあ、独走している感じがあるので、ちょっとそれはまだ早いかなという印象がありますよね、うんはいえー。そして、ゆうのヤやさん、ありがとうございます。羽生さん、北海道の虎ノ町かな違うなのかな。 子、えー、熊が列車にはねられてしまったみたいです。かわいそうですね。うん、まだそのままにしているそうで、子熊が死んだと認識すると、母熊は立ち去るらしいですえ。なるほど、そうなんですね。それは知りません。だ,だからそのままにしておくのか。あ、そっか、逆に探してるときは危ないですよね、確かにね。でも、自分の子マが死んじゃったって認識したときに、母熊は立ち去るって、なんか、ちょっとこれ、感じちゃいますね、僕。うん え近くには人が住んでいるし、小学校もあるので注意を呼びかけています。えそろそろ熊も冬眠の準備に入るのかなと思います。え熊もだけど、この前はどこかでイノシシも出てましたっていうことでね。うん、まあ我々はね、まあ、生物と一緒に暮らしてるわけですからね。うん、だからまあ共存ですね。共存。うん はい、えー。そして、桃田さん、ありがとうございます。えー、フィギュアの場チャンネルさんから、波乳ゆずる店ともに前へがダウンロードできるという情報をいただきました。動画の右下の三角の部分をポチッと押すと、詳しい説明を載せてくれてます。というわけで、皆さん、ね、ぜひね、見ていただきたいと思います。フィギュアの場さん、定期的にそういったあの情報をいただきますよね。私はとりあえず、今日は台風なので、保存にしておきました。ということなんで、ぜひね、台風落ち着いた後にね、でも、えー、見ていただきたいなと思います。 はいそして、YU さんありがとうございます。ロシア、ジュニアも攻めますね。あの、オソロシアはどこに向かっているのでしょうか。これは素敵な表現ですオソロシア、本当オソロシアですね。あの、男子のジュニアも結構佳境というかね、強くなってきているので、まあ、そこがポイントですね。ロシアで一つポイントを上げると、その男子が今弱いんですよね、ぶっちゃけると。だから、えー、まあ、堀ダ選手の演技も見たんですけど、ちょっと制裁書いてましたからね。 うん、だから、あのー、男子のジュニアの成長ですね、これがね、あのーまあ、必須ということになってくるかなって思いますけどもね、まあ、ジュニア、ノービス、強い選手たちはいると思うんですけどね、これからどうなってくるかっていうのが、えー、男子フィギュア界、ロシアのフィギュア界、気になるところですね。はいえー、そして、ベルモット・ジュエ・ウォッカさん、ありがとうございます。カブクンさん、アメリカは今、全然フィギュアスケート人気ないんですということで、これね、へえと思いました。 あの今あの、初めて今日知りました、なるほどと。ネイサン・チェーンが世界選手権3連覇しても、アメリカでは正直、五輪以外はどうでもいいみたいな扱いらしいですよということみたいに、結構なんだろう、なんでしょうかね、うん、なんかあんまりネイサン・チェーンって人気ないんですかね。ネイサンが3年間無敗というとんでもない成績を出しているのに、アメリカではニュースにもならないらしい、あへえそんなに人気ないんですか。じゃあ、羽生選手、すごいですね。 フィギュアライターの田村明子さんあ、僕ね、この方、あのご存知ですね。あ知ってます、はいえー。もしそれが本当なら、日本とアメリカではフィギュアに関する考え方が違うのでしょうね。 でも僕ね、あのー、アメリカはね、以前、その、まあ、ミッシェル・クワンがいたりとかね、あの、サラ・ヒューズとかね、えー、それからタラ・リピンスキーとかいた、もうちょっと前は、あの、オクサナ・バイエルが優勝した時のね、えリレハン、違うか、なんかオリンピックの時にはですね、あのー、確かね、なんか、なんだ、ケリガンと、あとほら、なんか、靴の問題ありましたよね、なんか、蹴ったりして、怪我を負わせた問題とかあったじゃないですか。 誰だったっけな、ケリガンのことをこう蹴った人、うん。名前ちょっと、あ、トーニャ・ハーニングだ。うん。まあ、そういうのがいろいろありまして、アメリカは結構黄金時代があったんですよね。で、まあ、サラヒえっ、ー、と、ミステリック・ワンがあと長野オリンピックで金取るかと思いきや、まあ、サラリー・ピンスティーが勝って、で、サラ・ヒューズは、あ、違うやん。 スウェートレークではサラヒューズに負けてしまってもちろんねあのスルーツ界でもそうですけどもね、うん、まああのミッシュル・クアンがとても人気があったわけですよねだからアメリカはフィギュアあの黄金時代があったんですけど今はそうでもないみたいですねうんなんか実力だけじゃなくて違うそのオーラっていうのももしかするとあの人気の秘訣なのかもしれませんねなんかミ、ね、ッシュル・クアンとか見てるとなんかすごい引きつけるんですよね人をねうんはい えー、ネイサン・チンがもし日本人だったら今頃羽生結弦と並んでアイドル人気だったでしょうね、うん、多分そうと思いますがなんとなくねそのネイサン・チンってアイドル的な感じよりはどちらかと言ったらこうそれこそ霊長類最強っていうイメージですね僕はあのあの何だろうどちらかといったらトゥルソワ系かなうんトゥルソワ系だから霊長類最強系かなと思いますねハニュー選手は まあどちらかといったら、ファンサービスもすごいあのねえ多分にしてくださいますし、フィギュアスケートの悪を超えてね人気が高いというふうに思うんですよ。私生活も気になるよねとかね。ニンチェンの場合は、なんかあのこうテクニックをこう見せつける感じがあるので、どちらかといったらこうトゥルスワー派かなと思うんですよね。んん霊長類最強系というかね、そういうイメージがあるので、うん。はい。そうですね。 ネイサンチンがしあ、そしてアメリカではネイサンクラスでもスーパースターではないらしいですよということみたいですね。世界選手権3連覇した選手の扱いとは思えないですね。日本ならめちゃくちゃ、えー、とちやほやされますよ。 だからこそ、今度の北京五輪で、ネイサン・チェンが金メダルを取ってほしいという気持ちが強いですね。まあでも、今のこの状況だとね、可能性結構高いかなって思いますよね。羽生選手の北京オリンピック出場しないっていう、あ、出というか、あんま目指していないっていうふうなこともありますからね。うん。だからまあ、でも、ネイサン・チェンのまだ演技を見たわけじゃないので、まあ今期どうなるか分かりませんけど、まあ、去年の世界選手権はかなりやばかったんで、うん、まあ、ネイサン・チェンはかなりね、あのまあ、 そうですねかなりあの覚悟を持ってね北京、えー、に向かっていくのかなっていうイメージはあるんですけどね。うん、まあ、僕ね、鍵山選手が結構ダークホースになるかなと思ってるんですよ、うん、僕の中ではね。はいだから、ネイサン・チェーンはあのー、そうですねまあ、そういった意味で足元を救われないかどうかというところは心配ですけどね。うん ネイサンは日本の羽生結弦みたいにちゃんとアメリカでスーパースターの扱いを受けるべきですということで、ねうん、でも僕の中ではね、やっぱりこう、今も言いましたけど、ミッシェル・クアンがめちゃくちゃ人気だったじゃないですか。うん、だからあの、ミッシェル・クアンのような雰囲気ではまた違うと思うんですよね、ネイサン・チェーンはね。だから、あのネイサン・チェーンに関しては、何か一つこう人気になるためのピースっていうのが足りてない気がするんですよね。うん、ただ 技術はものすごいしそれはものすごい認められるべきだと思うんですけどもすごすぎて要はこう霊長類最強っていうことはまあ、逆に共感できないんですよねうん。共感できないってどういうことかというともうすごすぎてあのー、もうなんだろうあのー、なんだすごすぎてなんだ人気じゃないっていうかね <laughs> なんかあのなんかそのあまおちゃんとかってあのー、なんかすごいことをこう。 楽し,くや楽しくやってるっていうか、なんか笑顔で滑ってるっていうのがありますし、まあ、羽生選手とかもその終わった後にね、すごい感情が出ただと思うんですが、ネイサチェーンって、なんかちょっと感、もちろんガッツポーズとかすると思うんですけど、笑顔にこう顔がに、顔に出ないんですよね、あんまりね、うん、笑顔になったりとかこう、ね、あのー、なんかそのドラマチックじゃないっていうかね、そんな感じがあるんで、もちろんね、その選手はドラマチック。 な人生はね歩んできたかと思うんですけどなんとなくね羽生選手とかとこと自分のその感情をむき出しにしますよね練習できないとなんかうわーってこう言ったりとかねなんかあのー、失敗した時もなんかすごいこうなんかいろいろドラマチックなんですね真央ちゃんとかもなんかそういうイメージがあるしミッシェルカーもイサンチェーンはなんかそういうのとは違ってまあトゥルソワと同じな感じがしますねどちらかというと あのなんかもうテクニックを見せつけるみたいなそういう感じがあるので、まあ、それがいいか悪いかっていうわけじゃないんですけど、まあ、それがねあの人気人気力っていうのは多分そこに関係してるのかなって僕今あのちょっと思,い思っちゃいましたね。うん、もちろんねこれは僕もあくまでも持論ですからね。うん だからまあ,あのそこがねポイントかなというふうには思いますねうんそういった意味では木平梨花選手もすごい技を持ってるんですけどいまいちこう人気力これは足りてないかなって思うんですよねだからあのブライアン・オーサーさんのところにつくと、まあ、おそらくこう人気力を高めてくれるかなって思うんで彼女あの期待ですねブライアン・オーサーはね結構人,人気を上げる力があの人気力を高める力がすごいある方かなって思うので だからあの木平選手ねあのまあプログラムとかねえそういう見せ方とかをガラッとこう変えてねうん行くのかなっていうイメージがありますけどねはいはいえそしてここは大好きさんありがとうございますえカブ君友野和樹選手がなんと大阪の T.V. 番組で阪神タイガースの応援かロコロッシュを滑ってくれました。 あのすみません、僕あんまりねあの、詳しくはないんですけど、なんかそういうので滑ったよということみたいですね。しかもトリプルアクセル入りのセルフコレオ。セルフコレオっていうのは、えーまあ、振り付けを自分でやったということですよ。友野選手の歌付きでございます。あ、友野選手自分で歌われたんですね。 私は YouTube で見ましたえ。こういう友の選手のコミカルな一面が大好きです。え今期のプログラムあ、僕ね、ごめんなさいね、まあ、友の選手の演技ちゃんと見てないんですけども、ララランドらしいです。うんあ、これはいいですね。似合ってますね。明るい気持ちにさせてくれるので大好きです。あの、友の選手は、あの、以前松田拓さんがね、おあの支持していたフリーズティッシュを一時的に支持していたと思うんですよね。だからそれもあって、なんかコミカルでもあり、エキゾチカルな 演技も得意にしてているかなーっっイメージがあったんですがこのララランド、これ、いいですね、うん、彼の良さがこう引き出すんじゃないかなと思います。まああのね以前、あの世界選手権、電撃出場して、あの5位という、ね、素晴らしい成績を収めてますから、あの実績とその、あの潜在能力はそれもあるんですよね、だから今季、このオリンピックに向けてですね、どこまで追い上げていけるか、友野選手も楽しみになってくるなと思いますね。うん まあ男子もかなり接戦かなと思うんですけどもね。うん。はい。えー、そして、レモンミカンさん、ありがとうございます。えー、りくりゅうペアのオータムクラシックを見ましたよ。特にショートプログラムに巻き込まれてしまい、感動しました。えー、こちらもね、申し訳ないんですけども、僕まだショートプログラム見てなくて、フリーしかまだ見てませんので、早く見ていきたいと思います。リフトが良かった、いい曲でした。あ、なるほど、音楽もいいんですね。フリーステッティングはちょっとかみ合わない感があれと、 少しこうスピンでなんか躊躇があったかなっていうのありましたよね。大きな失敗もなくおめでとうございます。というわけでね、マリクリュウも素晴らしい演者だったよということでね、はいえー、僕も早く見ていきたいと思います。はいえー、そしてレモンミカンさんも1とですね、温帯低気圧になり、西から東にゆっくり横断中の変な台風14号、えー、神奈川は風はなし、どんよりじめじめ。 同じ町でも雨が降っているところと降っていないところがあって、降ってもすぐやみます。うん野。野菜はよくないけど、キノコは大収穫かも。あ、なんかね、あのそうらしいんですよね。結構雨が続くと、キノコはね、結構反映するらしいので。うん。なんか霊感の時も、キノコはねあの、なんかすごいそういった意味ではね、反、え、映、ー、ですよね、えー。我が家は、我が家は、えー、3年前に屋根をリフォームしましたが、 最近の屋根の素材は雨の音がしなくて雨に気づかなかったりしますということみたいですね。うん、外の雨の状態っていうのがねあの、分かりづらいところがあると思うんですがえ、自民党総裁選ですが、4人目の野田聖子さんが出馬して票を奪い、票を奪いですね。<laughs> はいえー、岸田、河野、高市の3人のうち、誰がなるか、ますます分からなかなってますあのす、ね。僕はね、あの最初当初岸田さん、あの河野さんの可能性は高いかなと思ったんですが、あの岸田さんはです、ねまあ、この前もお話しした通りですり、ね、一番最初にまあ公約を掲げ,ら掲げられていてです、ね、まあ、結構その、まあ、最初からモチベーションが高いのかなというイメージがありますね。で河野さんはもう結構、突発力があるかなと思うのでそのの、今回のこういった新型コロナの問題がいろいろある中で、 で,ですね、まあ、非常に決断力早いなっていうところがあると思うんですよね。うん、一方、高市さんに関しても安倍さんかな、安倍首相、元首相が、あのー、ねなんかサポートしてるのかな、間違ったら申し訳ないんですけども、まあ、そういうのもあって結構ね、なんかあのすごいこう人気が出てきて、しかも女性総理誕生ね、ということになるので、まあ、結構ね、あのー、 ああれななんですすけど接接戦になってる感じがありますねで僕が気になるのは株式投資なんですよ。誠に申し訳ないんですけどなぜかというとですね、あのやっぱり彼らそれぞれがですね公約っていうのが違うんですよね。特に河野さんは防衛関連が結構強いと思いますので、河野さんになった場合は、例えば、 あの今、アメリカが頑張ってやっている再生可能エネルギー、太陽光発電関連とかね、そういったものが、ね、上昇していくんですよね、河野さんが選ばれると。で、河野さんが選ばれると、多分株価はドカーンと爆破でするっていうような、えー、状況になりやすいと思います、はい。一方の岸田さんはデジタル関連あのを、まあ、かなり強めていくということとですね、まあ、それからあとは、えー、医療、医療ですよね、うん、医療難民、これをどうにかしていくということですので、まあ、それに関係する株が上がりやすいっていうのがありますね。うん はい、<laughs> まああのどの方になってもデジタル庁っていうのがねやっぱ推進されていきますから。 まあ、あの、デジタル関連メーカーっていうのは上昇していきやすいとかなって思うんですけど、ただ、まあ、あの、結構、こう、参議院のうち誰がなるのか分かんないっていう状態ですので、まあ、株式投資来議、あのつ、あのね、えー、今月、今週、結構ねあの、荒れるかなって思います。迷走相,相場になるかなって僕予想してます。はい。えー、まあ、僕は株君だけにですね、株投資っていうのはあの頭になっててますけどもね、高市さんが選ばれると、結構株式投資どっちの方、あの、 面白い方向に進んでいいかなっていうふうには思うんですけど、岸田さんの場合は安定していて、河野さんの場合は結構ね、えー、あれあの荒れるかなっていうふうに思うので、まあ、ちょっと気になりますね。はい。うん、面交相場になりやすいかなとは思ってます。はい。それでは皆さんありがとうございます。